東北の中心栗駒山をご神体と仰ぎ頂上に奥宮を鎮座する駒形根神社は天照大神ほか十二柱の神々を御祭神としてお祭りしております古来より昼宮大昼の社駒形の社と称し近隣の宇治子数計者からはお駒様と親しまれています先に 猛後藤政の折大昼目の御とほか御柱の神に祈願創建大内五の一宮として栗駒山の湖名である駒形岳を置宮麓の沼倉の地に里宮を祀ったと記され太古より昼宮と呼ばれていました。 大和政権の蝦夷平定に伴い社政隆盛円暦20年坂の上の田村麻呂が奥羽鎮帝を祈願東は一関三島西は花山南は小松大鳥北は秋田仙北に四大門を建て自ら駒形丹大名人の大学を奉献しました。ついで 新海賞5位を贈られ、清和天皇期上元元年朝廷より勅使が下校し、賞1位を贈られました。縁起元年、縁起式新名帳に搭載され、後の源氏、平泉藤原氏からの数形も厚く、武具祭殿剣能、社殿総大、四大宮司、三十年木、 六十社家を要し、大宇総鎮守として信仰を集め、お駒小人公、お駒公、駒方公などの駒方信仰の源流となりました。歌唱三年、九行三代忠治が建立されると、大宇一帯が修源の地となり、神仏建工の時代となりました。八百三十九年後の 原文4年仏教から分離したことを機に御巡行の神事が始まりました漢方3年桜町天皇より御専明と御神筆の変額を賜り明治4年には御社に劣せられました昭和62年山頂に奥宮が再建されました古来より農業や畜産の神 家内安全商売繁盛の神としてまた大昔から馬産地であった馬の信仰が根強く残り現代の車社会で交通安全の神としても多くの方々から信仰され今に至っています。